にちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。なんか特にいろいろやってなかったけど、まあいっか。今日はね、ガチャパートなんですよね。よっ、いくか。3、2、1、ガチャパートだだ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 だ。つうこって、エゴがガチャパートだから BGM を流していっちゃうんだぜ。ってわけで、言うほどでも溜まってないんだよな。あんなんで溜まったん。クリスタルってどうなってる。まだそんな溜まってないんだよな。でもなんか結構あるね。ダークネットオルブは止まってない。まあ言うて、もうちょっとしたら3段のパック来るっぽいんだけどね。まあいいでしょ。まあ回せるもんはとりあえず回していこう。あと欲しいカードってなんだろうな。やっぱスタンダードの方が多い気がするんだよな。揃ってないの。いっけい。あらー、パッとしないやつー。リズムプリースとか揃ったのかな。ホルモちゃんは作っちゃったからな。で、多分に男やったからね。なんかいい引き帳。おー、マーリン。おっと、マーリン。おー、マーリン。ナイス、マーリン。ただあれが超越がまだ1枚しかないからな。でもいいね、いいね、いいね。グッドだね。なかなか悪くないよ。あと1枚だね。さてと、スタンダードで引いたか。ケルベロス欲しいんだよね。オーレリアも欲しいな。まあ、エンシェントレブも欲しい。ダークネスエルブだと、オリビア揃った。そっか、ティアとか持ってないし、パメロもいいな。ニューベア揃ったけど、してんし。ベロッティミアリーとは、どうしたもんかな。デッキ的に足りないとこって多分ほとんどスタンダードなんだよな。多分、まあとりあえず引くか。1回プレミアム率高えな。不合理量に出す分解するけど、かぐやのプレミアム初めて見た。いいね。これでかぐや全室3枚か。いいですね。美しいですね。で、同時月画のプレミアムか。まあこれは、でも俺結局やめたんだっけな。フォレストバットのデッキがパーツ。でもそれだけ取っといてんだっけ。忘れちゃったな。いや、なんか分解した気がする。で、高額の位置のプレミアムか。これで2枚目か。まあ高額の位置はガンツミスされてないから、まあ2枚ぐらいでちょうどこれでいい配分か。まあ悪くはなかったな。まあなんでもね、レッドエーテルには変換できるからね。ブンブン交互でいいか。交互で、超越1枚ぐらい欲しいな。引いて欲しいな。マーリンが2枚目になったから、ワンチャンそろそろ超越型も組んでみたいっちゃみたいな。いやー、にゃ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 、いいやー。でもサティバスのプレミアムや。いいね、いいね。でもサティバス今デッキに入れてないんだよな。結構使いどころ難しいんだよね。序盤からド M でいけるんだったら、サティバス結構ガンズ道してもいいかなとか思うんだけどね。あと相手が回復するタイプだったら、だからエイラとかにはさせんのがいいじゃん。天井の楽曲のプレミアムね。一応今デッキに入れてっからね、これね。いいよ。あとはまあ、あれか。まあ、エルフプロデュースのこれで3枚目かな。一応デッキに入れたりとかしてるから、まあ、いっかーって感じか。
ね。まあ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 、ラストダークネスエボルブかこれ。まあ本当はスタンダードの方がいいっちゃいいんだけどな、欲しいカードいっぱいあるからな。だいぶな、でもスタンダードまたもらえっかな。いやーそういう問題てか多分レジェンド以外で欲しいダークネスエボルブのカードってないんじゃねえかなってぐらいな気がするんだよな。多分もろもろ作っちゃったしな。スタンダードでいっか、行こう。最後はあれやったか。ダークネスエボルブだったような気もするな。まあいいでしょう。まあでも結構いい時期だったんじゃねえかな。そんなに言うほど予想がないっていうね。はい、ってな感じでした。はい、どうも。